あれ、もっと買ってなかったっけ、うまい棒。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。ちょっと遠目から撮ってます、長老です。はい、ありがとうございます。ということで、今日もくるちょもチャンネル茨城長老があなたの夜を独り占め。今日はですね、ただひたすら駄菓子を食べようかなと食べようかなといよいよな企画になってきました。よろしくお願いします。もうクルちゃんのモノマネはちょっとこの辺までにしてですね、チョモラテもクルちゃんが食ってた駄菓子全部は揃わんかったけども寄せてきたんで、俺もいっちゃん美味しいのはどれか行ってみたいと思います。ということで行きましょう。くるくる、早速どんどん食っていこうかなと思うんです。紅茶飲みながらね。ずっとダージリンが好きだったんですけど、最近ちょっとアールグレイの良さにも気づき始めました。アールグレイはちょっとノンシュガーで飲むのが美味しいですね。柑橘系の香りが何とも言えないです。アロマとして部屋に焚いておいてもいいぐらい。駄菓子や言うてね。じゃあね、なるべく同じ順番でちょっと食べていこうかなと思いますけれども、まずこれでしたね、くるちゃん最初食べたポツフライ、フライドチキン味、食ったことないっすね。俺駄菓子ほんまちょっと食ったことないの多いかもしれない。まあちょっとくるちゃんがチョイスしてたものたちはベタなものも多かったので、いろいろ食べてはいるんですけど、まずまあこれからいってみましょう。なんかすげえこぼれんな、嫌だわ。濃いな、味が。濃いの好きですけど、なんだろう、美味しいよ、美味しい。うん、4枚入ってるんですね、1枚でいいな。ポテトチップスのコンソメチキン味ですね。食感はだいぶ違う。ポテトチップスは普通にさつまいもをスライスして揚げてるけど、これは多分ぐしゃぐしゃにしたポテトをなんかうまいことこうやって揚げてる感じ。じゃあね、次はくるちゃんがそこまで好きじゃなかったって言うとですね、皮膚食ってるみたいに言うところビッグカツ。これはね、俺は好きでよく食べてたし、なんならたまに今でも買うぐらい、結構駄菓子の中では好きな方のやつですね。うん、おいしい。うん、おいしいね。中身はね、多分蒲焼き太郎的なやつあれと同じもんやと思うんですけど、それはまあ揚げとんでしょうね、これね。まあ中身何かよく分かんないけど、駄菓子ってそういうもんや。ちょもちょも。はい、じゃあ次はくるちゃんがこれはうまいって言ってたこちらですね、ヤングドーナツ。これちょっといってみようかな思いますね。まあうまいでしょ、これは食べたことあるしね。こんなん絶対おやつにいいよね。おいしい。なんだろうな、普通のドーナツよりもふわふわ感はないですけど、しっかりおいしいですよね。ドーナツの風味はちゃんとあるし。これいくらやったっけ、2、30円。ヤングドーナツ40円、1個10円やね、4個入ってるから。
そう考えるとすごいな、コスパです。で次ね、これもくるちゃんがね、褒めてましたけど、俺的にね、ちょっとハードルの高いお菓子になります。こちらですね。はい、バン。チョコケーキ。チョコチョコしてんな。この分厚さじゃないんか。2枚入りや。2枚もいらんのに。食べていきましょう。チョコケーキ、ケーキなのっていうぐらいの厚さですけど、チョコレートぶっかけクッキーをちょっと大きめぐらいの感じかな。でもあれだ、すごいふわっとしてるわ。俺チョコレート苦手なんですけど、これはいける。全然思ってたより、もっとチョコが強いかなと思ったんですけど、意外と中のふわふわがちゃんと主張してくれるので、チョコのドロッとしたの苦手な俺のそれをうまいこと緩和してくれますね。これは全然食える。おいしい。じゃあ次行きましょう。くるちょもチャンネル、次が今回の駄菓子チャレンジの中での鬼門ですけれども、これですね、もう俺も見つけた時に買おうかどうかすら迷いましたけども、はい、チロルチョコヌガ。クルちゃんはちょっとキャラメリーですねって言ってましたけど、チョコレート苦手や言ってんのにね、キャラメリーなチョコってどういうことなんやろ。俺キャラメルもそんな得意じゃないんですけど、ちょっと苦手なもののダブルパンチって結構エグいと思うんです。見て、時計、目覚ましくんみたいなのが刻印されてますね。8時16分、あ、8時はもう目覚ましテレビやってないか、やってるんかもわからん。あ、ダメだこれ。なんつったらいいの、キャラメリーって言ってたの分かるね。チョコレートの中にキャラメルがいる感じですね。このキャラメルが何味なんやろ。これチョコレート味のキャラメルなのか、あ、コーヒーや、だからヌガーか。甘いのを多分このコーヒーで緩和せよっていうことなんでしょうけど、あ、苦っ、苦っ、苦っ、ヌガー、お腹がもう死ぬほど減っててもいらんわ。あのね、チョコレートとキャラメル苦手って言ったでしょ、俺コーヒーも飲めないからね。ダメな三大トリプルパンチですわ、ほんま。ちょっとごめんなさい、ごめんなさいね、チロルチョコを考えてる皆さん、本当にごめんなさい。あー、もう頭痛なってきた。その頃にはもう中身4つぐらいになってんちゃうか。1、2、3、4。タラタラしてんじゃねえ。チョモラーズのキングオブ駄菓子の発表でございます。1位はこちらですね。